ウクライナ軍南部のロシア支配地域入り、ロシア当局者が認める。ロシア当局者は15日、ウクライナ軍がドニエプル川を渡り、南部ヘルソン州のロシアが支配する地域に入ったと認めた。ウクライナ軍は小規模なグループで活動しており、ロシアはこれを阻止するために援軍を送ったとしている。ロシアが任命したヘルソン州の責任者、ウラジーミル・サルド氏は、ウクライナ軍がドニエプル川の渡河に成功したと認めた。ただ、ウクライナ軍は大きな損害を被っているとしている。ウクライナのイェルマンク大統領府長官は14日、米シンクタンクのハドソン研究所での講演で、あらゆる予想に反し、ウクライナ軍はドニエプル川の左岸、東岸に足場を築いたとし、クリミアの非武装化に向け、一歩一歩進んでいると述べていた。ロイターは戦況について独自に確認できていない。米大統領、習氏は独裁者。首脳会談直後に発言。中国側は反発。バイデン米大統領は15日、中国の習近平国家主席との会談後の記者会見で、習氏が事実上の独裁者という見方は変わっていないと述べた。バイデン氏はこの日、サンフランシスコ郊外で習氏と約4時間にわたり会談した。その後に単独で行った記者会見で、習氏が独裁者だという見方を現在も抱いているか問われ、我々とは全く異なる政治形態に基づく共産主義国を率いる人物という意味で彼は独裁者だと述べた。バイデン氏は6月にも習氏を独裁者と表現し、中国の反発を招いた経緯がある。米高官によると、習氏は今回の会談で中国共産党に否定的な米国内の見方は不公平だとバイデン氏に伝えた。中国外務省のモーネン報道官は定例会見で、バイデン氏を名指しすることは避けた上で、発言に強く反対すると述べた。この発言はひどく間違っており、無責任な政治的操作だとし、米中関係を扇動し、ダメージを与えようと企む人々が常に存在するが、失敗に終わると指摘。具体的にどのような人々を指しているかは答えなかった。最長期の蟄居に入った金正恩、今何をしているのか。北朝鮮国営朝鮮中央テレビは12日午前9時、放送の最初に、生涯を人民の中でという55分の記録映画を放映した。キム・イルソン主席が韓国戦争、朝鮮戦争直後に現場を訪れて指導した、いわゆる現地指導の映像を編集した内容だ。最高指導者の献身と住民との共感を強調する狙いがある。北朝鮮は現地指導を最も革命的であり、人民的な大衆指導方法の一つと定義。最高指導者が現地指導をしたところには、集中的な資源支援が行われ、成果につながる。これは、キム・イルソン主席、キム・ジョン・イル総書記、そしてキム・ジョンウン国務委員長と3代続く雰囲気だ。現場型から委任型へ。中央日報統一文化研究所が、キム・ジョンウン委員長の執権初年度の2012年から、今月15日まで過去11年、4337日間の業績を分析した結果、キム委員長の公開活動回数は計1413回となる。平均3日間に1回の割合だ。キム委員長は執権初年度、北朝鮮メディアに151回登場した。2013年に212回の年間最多活動回数となって以降は、徐々に回数を減らし、新型コロナが拡大した2020年には54回まで減った。その後は90回前後に増えたが、キム委員長の現地指導は執権初期の半分ほどとなった。現場を訪ねて懸案を把握した現場方から、首相などに現場の管理を任せる委任型に変わっている。ここで疑問が一つ。最近姿を見せていないキム委員長は何をしているのだろうか。キム委員長は先月20日、以下北朝鮮の報道日基準に、訪朝したラブロフロシア外相と会談してから、今月15日までの26日間、北朝鮮メディアから消えた。ラブロフ外相に会う前には、9月28日の最高人民会議、第14期第9回演説から、
21日間搭乗しなかった。ロシア外相の北朝鮮訪問がなかったとすれば、金委員長の実居期間は48日に増える。執権後の最長期間だ。北朝鮮が最近住民に今年の残りの期間に年初に設定した目標を達成するよう促す状況で、コントロールタワーの最高指導者は姿を隠したのだ。これほどなら2つの推定が可能だ。まずは健康異常説だ。金委員長が公開活動を中断するたびに西側メディアが提起することだ。しかし健康異常の兆候は現れてはいない。繰り返される年末の潜伏、金委員長が大きな決断を控えて姿を消した過去を連想させる。金委員長は南北首脳会談、中朝首脳会談、米朝首脳会談が開かれた2018年、3回も半月以上にわたり姿を見せなかった。2021年と昨年は、それぞれ極超音速ミサイルや貯水池からのミサイル発射をする前にも公開活動をストップした。5月31日の軍事偵察衛星初打ち上げを控えても潜伏した。現地指導を通じたメッセージ発信より、首脳会談や超関心事の武器発射実験を控えて潜伏し、準備に全力を傾けるパターンだ。同時に金委員長は2018年以降、毎年10月または11月に必ず長期間の習慣性潜伏も見せている。年末の全員会議の前に決算や翌年の戦略樹立のための兆候の時間を持つということだ。北朝鮮は2021年の党大会で5カ年計画を提示したが、今年が折り返し点であるだけに点検すべきことが山積しているのかもしれない。特にウクライナだけでなく、イスラエル・ハマス戦争、米中の対立など最近の複雑な国際情勢も、北朝鮮の立場ではそれだけ敏感な状況という傍証だ。年初に提示した政策と戦略を修正するのが難しい柔軟性が不足する北朝鮮の立場では、霧の中の来年の米大統領選挙も右往左往の要素だ。ウクライナ軍ドニプロ川東岸に拠点確保と主張、ロシア側も認める。ウクライナのアンドリー・イェルマク大統領首席補佐官は15日、ロシア軍が占領してきた南部ヘルソン州のドニプロ川東岸にウクライナ軍が足場を築いたと米シンクタンクに説明した。ドニプロ川東岸を抑えられればウクライナにとって大きな前進となる。ドニプロ川を挟んだ攻防はロシアの侵攻を受けたウクライナの反転攻勢で焦点の一つとなっている。ロシアは1年ほど前に西岸から撤退、以来ウクライナ軍は東岸にも拠点を築くことを目指している。アメリカの専門家らはドニプロ川から2km、ヘルソン市から30km の位置にあるクリンキー村でウクライナ軍がわずかに前進したと分析していた。ロシア側も認める。一方、ロシア側も15日、ウクライナ軍の小グループが東岸のクリンキー村に拠点を構えたと認めた。ただ、間もなく一掃されるだろうと主張した。ロシアが占領するヘルソン州のウラジーミル・サルド知事は、ウクライナ軍は多大な損害を被っていると主張。兵士らは火炎地獄に直面し、逃げ出せる見込みはないとした。そして現在私たちの追加部隊が投入されている、敵はクリンキーに閉じ込められていると述べた。この2日前にはロシアの国営メディアがドニプロ川東岸のいくつかの陣地からロシア軍が撤退したと報じ、すぐに撤回している。ウクライナ軍は春から夏にかけて何度か小型ボートでドニプロ川を渡ろうとした。だが制空権がないことなどからほぼ失敗に終わった。東岸に拠点を確保すれば、ウクライナ軍は装甲車や防空システムをドニプロ川を越えて運び入れることができる。さらに2014年にロシアに不法に併合されたクリミアへの進軍に一歩近づく。イェルマク氏は、ウクライナ軍は一歩一歩クリミアの非武装化に向かっている。70% の距離まで来たと述べた。また、ロシアがイラン製のドローン、無人機や北朝鮮製の大砲を使っているとし、西側諸国にウクライナへの武器供与を増やすよう訴えた。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は14日、
東部アウディフカ近郊で戦闘が激化していると説明。ロシア軍はその破壊された町の占領を狙っているが、人員と装備を失っているとした。ウクライナは今年6月、南部と東部の領土を取り戻そうと反転攻勢を開始した。しかし、これまでのところ目立った領土奪還は達成できていない。